皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、今日はですね、月曜日、週明け月曜日の取引で、ザラバ見てる限りですね、例えばソフトバンクが、自社株買いが終わったり決算を終えて、800、900以上の時もありました。だからストップ安に近いぐらい、大きく下げたりとか、例えばね、決算で、GNI が、情報修正出てね、PTS が、プラスで、動いているとか、ピクセラね、なぜか保有しているピクセラ、相変わらず決算が悪いとかもあるんですけど、そんなことよりですね、今日はでかすぎる材料が多すぎてですね、決算期なんで、めちゃくちゃ紹介したい銘柄もたくさんあるし、決算じゃなくて、例えばプレイドが、まだ伸びているとかですね、リミックス、の動きも激しかったりとか、グミも、かなり落ちたと。おそらくこのメタバース関連からちょっと資金が抜けてるのかなとか、いろいろあるんですけど、でかすぎるところがいくつかありますんで、結局そこ中心になるかなと思います。で、まずは、地合いを見ていきたいと。で、その先に言ったそのでかすぎるところ2つですね。まず日以降、上場廃止で、36円で、買い取りになるということですかね。だから今だいたい380円でしたね、強化だったんで、約10分の1の値段までストップ安になるというふうに捉えていいんじゃないかと。っていうことと、あとは、バンクオブイノベーションの決算が出ていて、最初ですね、暴落したんですよ。7500まで下げたんですが、気づけばね、買い戻しとか9930まで上げて、また1万に迫る勢い。だから今日PTS 最初7700ぐらいから9900なんで、2000ぐらい上下あります。もう今の段階でね、まだ PTS 始まってすぐなんですけど、もうすでにそれだけ激しく動いてると。で、そのバンクオブイノベーションの PTS 上げてるから一概にいいのかっていうと、なんか結構損益分岐点が90億かなっていうところで、意見が多いというか、掲示板とかそこが、議題に上がってることが多かったりなんで、この2つですね、特に一番でかいの。で、他はやっぱ決算で情報修正だったりとか、いまいちの決算だったりとかっていうのはいくつかありますけど、この2つが今日メインになるかなと思います。で、値動き激しいのでいけばね、ブライトパスバイオですね。もう1日で 17.9% 下げて、爆上げ前のね、119、もともと60だったんですけどね、その半分上がったところですね、2倍上がったところ、で、高値からいくと、もう2分の1下回って、まだですけども、3分の1も見えてくるぞっていうぐらいの下げなんですけど、とか、あるんですけど、喋れる範囲というか、時間の許す限り見ていきたいなと思います。で、まずですね、地合い、日経平均マイナス300。で、5バーというか、引けにかけてね、ドスンと落ちた感じで、久しぶりに大陰線で、その、陰線自体は別にいっぱいあるんですけど、この下髭の陰線だったりとか、ここも似たような感じですけど、だから、ちょっと地合いに影響ありそうだなっていう形の陰線だなと自分は思いました。だから、この、ちょっとこう上昇のね、流れが勢い止まっちゃいそうだなっていう形に自分は見えた。で、明日どうかなっていう感じですよね。で、ダウはね、金曜日プラス32で、引けて、下髭の陰線なんですけど、で、為替。昨日はね、為替の動画上げましたけど、自分の予想してた通り、今日の寄り付きちょっと高く始まると、1円前後動くんじゃないかと思ってたんですが、理由はね、昨日の動画でも言ったんですけど、この土日の間に、ニック記者だったりとか、イエレン財務次官でしたっけ、そういう方の発言もあってね、円安方向の発言が多かったと。いうことで、今日は今のところ 139.4 なんですが、やっぱり上値が重いし、チャート的にも、反転って言える、陽線ではあるんですけどね。下まだがっつり窓開い
た反発というか、まあ、発言によるもんで、まあ、で明日そんなにすごいでかいあの経済指数じゃないんですけど、まあ、イベントというか発表があるんで、まあ、それで、まあ、ちょっと140に盛り返せるか、もしくはもう一発でかいのね、あの数字悪いのズドンとでかいのが来て135とか130前半とかに行くのかというところですね。でもまあ正直今あのロングの人は今日はいいんですけど、あのかなりこうでかい詐欺を見せられてるんで、明日そこまででかくないイベントとはいえですね、あもう一発でかいの来たら嫌だなっていう心理状態ではあるんじゃないかなと思うんですよね。だからそこでリスク回避の売りだったりとか、まあ実際インサイダーじゃないから明日の数字わかんないけど、まあやっぱマイナスにイメージしてしまう方が強いんじゃないかなっていう、まあ、自分の、まあ考察というかね、あの読みなんですけど、で、最後、試合でいくと最後、マザーズ、プラス13、1.7% 上げ。で、大陽線。だから、日経はね、あれだけ弱いチャートで大陰線なんですけど、マザーズめちゃくちゃ強いチャートで、プラス 1.7% のプラス13なんですけど、まあ、決算もありきっていうふうに捉えればあれかもしれないですけど、まあ、自分が見てる限りですね、そこまで、なんか、試合ほど伸びたかなっていう感じはしましたね。だからそんなに全般あんまり調子良くなかったかなっていう感じはするんですけど、まあ自分が見てる銘柄はですね。で、最初、まあちょっとチャート見ながらいくつか注目銘柄読み上げて、まあメインのね、バンクオブイノベーションとか、日以降見ていきたいと思います。で、まあチャートでいくとですね、ちょっとやっぱリミックスのチャート見ながらいくつか読み上げていきたいと思います。はい。で、リミックスマイナス7、まあ、かなり安く始まったところから、まあ、ダブル、今日の中で、今日1日ではダブルボトムで戻したということで、大陽線になってますね。396と。で、安いとこ368まで落ちていて、まあ、ただ、印象としては、その、まあ、わかんないですけど、細かいニュースもちょっと決算が多すぎて、銘柄ごとちょっと一つずつをね、ちゃんと終えてないっていうところもあるんですけど、まあ、先週から同じことになっちゃうんですけど、まあ、リミックスで言うと、ちょっとエネルギー関係はちょっとまあ別として、その仮想通貨関連でいくと、やっぱり今、ビットコインとか、その取引所ですよね、の倒産というかでちょっと印象が悪いのかな、資金が抜けてるのかなという印象ですね、自分は。で、先ほども言ったそのグミですねの方でいくと、そのアメリカのメタ社のメタバースがかなり決算悪いので、まあそれもあるのかな。だからメタバース全般ね、だグミは筆頭だったんで、まあ高値1110から、まあ今日引けは777なんですよ、777円なんですけど、まあ、安いところだと732と、まあ、10% 近い下げですね。だ引けは 5.2% の下げが、グミですね。で、ダブルスコープもプラス123の 6.7% 上げで、もう2000目前まで、1958、2000に復活するところまで来てるんですよ。だからダブルスコープも、いいチャートだし、まあ、業績もいいと思うんでね、また3000目指すかっていうところで普通に見ていきたいんですけど、あまりにも今日はあのニュースが多すぎて、ダブルスコープもちょっと読み上げるだけになってしまいます。なんか申し訳ないですね、こんな絶好調なダブルスコープね。で、ガーラも金曜日の動画かな、で言ったと思うんですけど、非常にいい決算だったり、指揮法のね、注意のところかな、前提みたいなのが取り除かれて、すごくプラスだったんですけど、結局最近のトレンドですよね。好材料出て、材料出尽くしの売りということで、まあ高く上がったんですが、まあ引けはマイナス27と。高いところ737まで行ったんですが、引けマイナス27の665ということで、まあ最終的には売られてしまってますね、ガーラ。で、本当はね、もっとがっつり見ていきたい GNI も、まあ、PTS プラス95、決算がね、一転 14% 増益に情報修正っていうね、素晴らしい決算で、PTS は今1575ですね、になってます。で、ソフトバンク
は、材料を確か金曜日か土曜日読んだと思うんですけど、まあチャート的にも、まあ材料、決算的にも、まあ確かに売りで間違いないと思うんですけど、思いのほか窓が開いたなと。ソフトバンクですね。これだけ大型株、これだけがっつり1日で落ちるんだっていうぐらい、12.7% 下げの885。で、安いところ、ほんとね、ストップ安、マイナス1000なんですけど、かなり近いところまで落ちてたんで、もしかしたら今日、ストップ安いっちゃうんじゃないかぐらいの、勢いで落ちてました。で、こっからですね、今日のまあ、メインというかね、本題、2銘柄、見ていきたいと思います。で、まずはバンクオブイノベーションですね。はい。で、バンクオブイノベーション、プラス240。まあ、これはちょっとザラバで、PTS の方なんですけど、9300安いところで、高いところが9930ということで、プラス今640。で、高いところが、9930なんで、まあ、ストップじゃないですね。1万。1万の復活ギリギリまではいったというところで、早速、決算を見ていきたいと思います。はい。で、バンクオブイノベーションが決算を発表と。最終損益が 8.3 億円の赤字に、赤字幅が、拡大。従来予想7億円の赤字を下回って着地ということで、3期連続赤字となったと。で、直近3ヶ月、の7月から9月は 3.7 億円の赤字に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は 52.1 マイナス 52.1 からマイナス 48.7 に、大幅改善したということで、また他のニュースはですね、はい、で他のニュースというか、まあ、この記事ですね。だおそらくこの決算よりもこっちに今注目が集まってるんじゃないかと思います。で、売上高とか営業損益とかがあって、で、やっぱ掲示板で圧倒的にですね、話題に上がっている場所としては、損益分岐点が90億というふうになっていたというところが、かなりね、まあ、維持費というかですね、動かすためにそれだけのお金がまず最低限かかるんだというところが、かなり、まあ、議題に上がってました。で、まあ、実際、決算すぐのね、時の PTS は下がったんですけど、まあ、買い戻されてるんで、まあ、明日、難しいですよね。正直、まあ、プラスに捉えるというかね、まあ、悪材料という部分は出尽くして買い戻しっていう意見が高いのかなと、今の PDS を見ると思うんですけど、正直上下どっちもまだ幅がありそうな、気がしてしまいます。で、今、自分も、上のところだけさっき見たんですけど、もうこの、今ね、見てる部分は、今自分も初見で、見ていて、多すぎてですね、今日決算が。もう全然、一部しかまだ見れてなくて、で、動画で紹介してない、まあ、ピクセラとかね、そういうなんか自分が、そんな進めるっていうほどとかね、好業績じゃなく、ちょっとギャンブル性あるかなみたいなところも結構買ってたりするんで、そういうまず自分の銘柄を見たりとかですね、注目銘柄ですね、を見たりとかで、一つ一つ全然まだ見れてなくて、申し訳ないんですけど、まあ、一応ですね、バンクオブイノベーションの動きとしては、まあ、こんな感じ。で、まあ、自分が到達したかったとこちょうど今あったんで、まあ、おそらくここですね、掲示板とかで話題になってるポイント。損益分岐点、90億年間。で、まあ、そんな言葉としては難しい言葉じゃないんで、まあ皆さん当然知ってると思いますが、まあ一応その中から90億上回ったところがまあ利益になりますよっていうラインですよね。だから90億1円稼がないと利益が出てこないというラインなんですけど、が結構だから高いんじゃないかっていう風な、
まあ、捉え方というかね、意見が多く目立ちました。まあ、ここにもありますけどね、まあ、広告比率とかもね、30% ということで、まあ、固定費、まあ、サーバー代ですよね。だからいろいろあるんで、まあ、かなりやっぱりそれなりの売り上げを、まあ、積み重ねる、まあ、道具というかね、維持するためには、それなりの維持費というか、お金もかかるんだなっていう、まあ、当たり前のことなんですけど、それがだから90億っていうのがちょっと高すぎるかなっていうところですね。で、まあ、もう一つ、日以降の方がまあインパクトでかいと思うので、最後、ちょっと動画も長くなってしまいましたので、日以降を見て終わりに、したいと思います。はい。で、日以降、まずはちょっとIR ですね、まあ、ニュース、今日、今下げてるニュースを先に見たいと思うんですけど、まあ、第三者カット割り当てによる、まあ、新株発行。で、まあ、ポイントとしてはね、この文章結構長いですけど、まあ、一番重要な読まなきゃいけない部分としては、1株あたり36円の金銭を交付することということで、だからまあ、上場廃止となる予定なんですよね。で、だから36円で最終的にまあ買い取ってくれるということで、まあ上場廃止。まあ、まあ、ほぼ間違いないんじゃないかと思いますね。まあ 100% じゃないとしても、まあ 99%、まあ間違いなく 100% に近いと思います。で、結局債務超過ですかね。っていうことだと思います。で、まあ今までの、まあ全部その上場廃止の自分は覚えてないんですけど、見てると例えば音響とかはちょっと上場廃止かなと思っても最終的に10円以下ねで推移していたというところがあったりとか、まあちょっと来年の2月3月大丈夫かっていうね、アジア開発も今3円とか4円みたいなね、値動きとか、なんか上場廃止懸念とか上場廃止があったら、まあ10円以下でそれなりの株価で推移してるっていうのがあるんですけど、その日以降が結構こうインパクトでかいぞって思う部分が、今日の終わり値が380あったんですよね。だからもっと上場廃止懸念があれば、今日100以下だったらまだね、まあ上場廃止になっていいってことは当然ないですけど、まあそれなりにまあ構えたというかね、逃げた人も多かったと思うんですけど、さすがに今日の株価380から、次36円ですっていうのはかなり酷な動きじゃないかなと、まあ思います。で、最後にですね、その日以降の、チャート見て終わりたいと思います。はい。で、380プラス18というチャートで、で、これ、おととい、先週水曜日あたりでしたっけね。ストップ安、翌日ストップ高ということで、この動きすごいな、みたいな感じでね、紹介したと思うんですよ。木金あたりだと思うんですけど、で、これだけ荒い動きして、戻して380から36円っていうね。だから、まあ、たらればになっちゃった後出しなんですけど、まあ、もし上場廃止なら、この300の時から今日ギリギリまでね、ストップ安で下げていってくれれば、なんかそれなりに心の準備できたんじゃないかなと。なんか一回ストップ高とか見せられてね、あれこれまだ上がる希望あるのかなみたいなニュースがありつつ、こっからの、まあ今 PTS はね、300がまあ、ストップ安の限界なんでね、300と。だからこっからまあ36円まで、まあずっとノンストップでストップ安になると思いますが、まあ今日の、まあ自分が思う、まあ2大トップというかね、でいくと、やっぱ日以降の上場廃止、そしてバンクオブイノベーションの、まあ決算後の PTS の、買い戻しですね。が、この2つが今日注目だったかなと思います。で、本当は今日また連休とかだったら、注目銘柄の決算とかたくさんあるんで、見ていきたいんですけど、またね、これ、ゆっくり見てると、普通に明日もあって、明日も決算たくさんあるんですよね。だから、まあ、今日はですね、市場の注目を紹介させていただいたということで、皆さん、個別でね、
自分が紹介しない銘柄で決算があったりとかはちょっとチェックし、個人個人でねチェックしていただいて、まあ昨日というかね金曜日決算出てかなり高決算で今日すごく上がったとかもいっぱいあったんですよ。だから今日マイクロ破格もストップ高でなんか面白い動きだなとかどこまで行くかなとかいろいろ考察したり見たかったんですけど、まあ、他が多すぎるってことですね、材料が。で1ヶ月前ぐらいから言ってるんですけど、まあ、株も持ってますしやってますけど今メインの動きが為替が激しいんで為替メインでやってるという時にこれだけ株の材料多いともうちょっとねなかなか処理しきれないぞっていうところなんですけど、まあ今回はですね以上になります。でよかったら下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンク貼ってありますんでよかったら、ツイッターフォローしていただいて別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。